やっほー、あゆみだよ。今日の動画は春メイクです。オープニング春メイクの時に撮り忘れちゃって、今は毎日メイクなんですけど、でもよかったら最後まで見てください。ではどうぞ。それでは始めていきます。いつも使ってるタイプを貼っていきます。春メイクってことだからピンクのシャドウを使っていきます。アイホール全体にこの色を指で取ってやっていきます。で結構ねラメ感がすごい。下にも塗っていきます。下はちょっとで大丈夫かな。ピンクっぽいやつを指で取って下へ幅ちょっとはみ出すぐらいにやっていきます。こんな感じ。春だからもっとがっつりピンク見せたいなと思ったら GA スパークルインパクトフルアイズアイシャドウ01番のこのピンク、このピンクが超発色よくて、こういう100均の筆でこの辺に塗っていきます。涙袋を描いていきます。リンメルショコラスイートアイズ01番、この色を涙袋に入れていきます。さっきのこのピンクのアイシャドウを涙袋に入れていきたいと思います。一番下の暗いブラウンを目尻に入れていきます。100均で買ったアイブロウペンシルを使って涙袋の影を描いていっていきたいと思います。あゆみはね、がっつり入れちゃう。ラブライナーの CC ピンクを使っていきます。色はこんな感じ。目尻にだけ描いていきます。この粘膜塗っていきます。これも100均のやつ、エルファアイライナーペンシルブラック使っていきます。こうやるときブサイクなんだけど、いつも使ってるビューラーでまつげを上げていきます。メイベリンボリュームエクスプレスラッシュセンセーショナル01番ブラックを使っていきます。今回は下地はやんないです。使ってるビューラーで下まつげをカラーします。さっきのメイベリンのマスカラを使っていきます。こんな感じです。チークはいつもと一緒でエンジェルハートのソフトパウダーチーク03番。あゆみはここに入れてます。入れすぎたなと思ったら指でこうやって。ノーズシャドウ、いつも使ってるケイトのやつ。ハイライト、このね後ろがね見てこんなになってるから名前がわからないんだけど、これを最近は使ってます。これをこうやって取ってT ゾーン、ここと顎下、と C ゾーン、あと目のここを三角形。リップ、最初はこれ、いつも使ってるやつ塗って、春メイクだからこのピンク、ペブロンのウルトラ HD マットリップカラー06番。マックのリップグロス、フラッシュガラス、フルフォーユー。完成です。イエーイ。いかがだったでしょうか。エンディングも撮り忘れちゃって本当にすいません。いい感じでできたんでいいかなと思ってます。みんな参考にしてください。最後まで見てくれてありがとうございます。エッグの Twitter とインスタもやってるのでぜひフォローお願いします。そしてエッグチャンネルのチャンネル登録もお願いします。以上、あゆみでした。